今日のコロナの疑問は自宅療養についてです改めて岡江さんを日付で振り返ります岡江、えー、さんは発熱からたった3日で容態が急変されました4月の3日の時点で発熱がありましてその後コロナだとわからずに自宅療養をされていました3日後 6日に容態が急変しその後緊急入院されましたそして陽性が判明しましたここから2週間余りで亡くなられたんですねご家族がコロナが本当に怖いとおっしゃっていたのがよくここから見ても分かります そしてその他にも自宅療養をされている中で亡くなられたケースがありました埼玉県こちら50代の男性なんですけれども11日の時点で発熱味覚障害があって16日に感染が確認されましたただ軽症だということで自宅療養をされていました20日の夜になって症状が悪化して翌日に入園予定だったところ翌日になって陽態が急変して病院で死亡が確認されました 同じく埼玉県の70代の男性も軽症だということで自宅療養されていたんですけれども亡くなられたということです中野先生行政としては他の手は打てなかったんでしょうかやっぱ僕はあの時代のリスクがあると思うんでやっぱホテル療養中心にやっぱりトリアージの体制ですねこれ各地域早くやっぱり確立する必要があると思いますね 埼玉県はそれができていなかったいと,い、ね、ということですね、うん、まあこれを受けましてその後加藤厚生労働大臣はこのように述べています継承者らについてはホテルなどの宿泊施設での療養を今後基本とするとしています あの今まででしたら厚生労働省のマニュアルによりますと自宅療養の場合は保健師さんなどが一日1回の電話をして聞き取りをする程度だったんです。なのでやっぱり急変してということがあったんですけれどもこれが宿泊療養に切り替わりますと保健師さんか看護師さんが日中は常駐してくれますしお医者さんも必要に応じて呼び出して待機してもらうことができますので来てくれることができます。やはり勝田先生あの 最初軽症だと言われても容体が急変するということはあり得るんですねはい、えー、それはねありうるんです、大体最初発症から1週間ぐらいかけてウイルスがずっと増えてきたところで、うんえー、ぐわっとというのはつまり、えー、と肺の中で広がるんですね、はいえー、その拡大のスピードはとても早いですから、えー、急変いということになります。なるほど なので今後はまあ、陽性患者さんに関してはホテルなどの宿泊療養に切り替わっていくとは思うんですけれどもただ今心配なのが検査を受けられずにただ熱があるからとか咳が出るからということで自宅療養されている方が非常に多いようです番組にメールも届いています、はい、こちら女性の方からいただきました、えー、主人が PCR 検査の対象とならないため自宅で看病しております、えー、急に確立生活が始まったので、えー、準備 何も何もできておらず本当にこれで合っているのかわからないのが現状です。職場への復帰のメドや隔離生活での準備や過ごし方など正しい知識を教えていただきたいですというメールをいただきました。やっぱり勝田先生こういう方今多いですよね。はい、えー、っと多いですね。えー、で、えー、特にねあのー、今私が危惧しているのが、はい、えっと。 4日間様子を見てくださいそれから相談というところが出た時に、はい、その4日という数字ばかりががっとインプットされちゃってるんですよねしかし今の容態の急変の話をしていますけれどもこの、えー、実際に肺炎として、えー、容態が急変したサインが出た時に、えー、っとこの4日というのに縛られないでほしいということなんですね。 でまあ、急変とまでいかなくてもね、えー、重症化のサイン、ですつまり肺炎になっているサインっていうのが出てきたらそれはもう最初から最初からその4日間の,、えー、の対象外なんですね、すぐに連絡すべきところなんですね。はいうなると先生、<で>その容体悪化のサインはその肺炎の症状、はい、何か呼吸器系の症状が出たときだと思ったらいいんでしょうか。はい、はい えーとね、自覚的には胸、はいえー、苦しさです、つまり、えー、肺というのは本来予備の方がとてもある臓器なんだけれども、はい、それが胸、えー、苦しさを感じるきちんとした酸素が十分取れないというのは、えー、かなりもうその時点でおいて重症化しているということなんですね。うん、ですかかかからら例えば胸苦しいとか、はい、それから えー、例えばちょっと家の中を移動するのにトイレに行ったり、はい、あるいは2階へ階段あるだけなのに息切れがするとか、うんえー、そんなことがあったらもうそれは、ねえー、明らかな悪化のサインですから、うんえー、もうすぐに、えー、4日でも2日でも何でもない、えー、もうすぐですすぐに連絡をしてほしいんですなるほど何か危険なサインをご自分で感じたら特に呼吸器系のサインを感じたら迷わずすぐに連絡をしてもらいたいということですね。はい そしてあの4日ということが言われてましたけれどもこちらもルールーが変わりましたあの重症化リスクが高い方妊婦さんなどに関しましてはあの今まで症状が2日程度続いたらと言われましたがもうこれは削除となりましたあのすぐにでも、今日にでも明日にでも連絡をしてほしいというルールに変わったんですね。はい はい、はい、ぜひともこれ皆さんねあのもう今インプットしてほしいんですはいあの重症者の人じゃなくてもその周囲の人が皆さんが知識を持っていれば、えー、そういう人にどんどん訂正できるわけですねそうですねまあとは言いましても本当にちょっとした微熱ですとか風邪症状で自宅で待機されて、うん、それでも金さん非常に怖いと思うんですよそうですよね,ねご自身もやっぱり不安ですし、うん、そしてあの看病する家族の皆さんも感染の危険がある、うん、不安があるということですのでなんとか自宅療養を減らしていきたい なうすね、ただ自宅療養される場合の注意点はこちらにまとめておりますのでご覧くださいできる限り個室に隔離をしてください動線も消毒をしてくださいそして食事は1人でとってくださいお風呂などの注意点もまとめております。